きげんよう、まんじまるくん。我々は根の国の参謀、ま、いわば頭脳じゃよ。わかるね。今後とも何かとね、お互いお世話になるかとも思うてな。まずは挨拶に来たわけじゃ。右からメカニック開発部門のデーロン博士じゃ。そしてバイオニック担当のデロレン博士。そして私がマジックの専門家、ベーロン博士じゃ。ま、君おつむが弱そうじゃで覚えられんじゃろ。サン博士とでも覚えてくれればよいわ。ま、そういうことじゃ。心外なるまんじまる、くれぐれも体に気をつけるんじゃよ。待ちかねたぞ、まんじまる。俺様は死神兄弟の角王だ。美人の母ちゃんを助け出したくてのこのこ殺されに来たってわけだ。甘すぎるな。甘すぎんだよ、てめえはよ。女の一人や二人見殺しにできねえで俺様に勝てると思ってんのか。わかってるよ。根の一族の大将にしては弱すぎるって思ってんだろ。期待に応えてやるよ。目ん玉ひんむいてよーく見ろ。これが根の一族の実力さ。まんじまる、ありがとう。お前
本当に強いのね。そしてもっと強くなってしまう。とうとうこの日が来たのですね。お前に大切な話があります。急いで家へ戻りましょう。万事丸、これから母さんはどうしてもお前に父さんの言葉を伝えなければなりません。もしもの時にはお前に話すようきつく言われましたから。仕方ありません、話します。今から千年の昔、根の国という出雲の小国がこのジパングの征服を企んだそうです。根の一族は七本の巨大な花暗黒蘭を使い悪神黄泉を復活させました。その力を借り、ほんの数日でこのジパングを地獄に、そして我が物に変えたといいます。しかし火の一族と呼ばれる民だけは根の一族に最後まで頑強に抵抗し戦い続けたのです。戦いは数千日に及びました。火の一族のほとんどは命を落とし、その都も失いました。火の一族はその最後の力の全てを火の勇者と呼ばれる七人の若者と七本の聖剣に結集しました。若者たちはその七つの命と引き換えに七本の暗黒蘭を切り、根の一族と悪神黄泉を封じたのです。わずかに残った火の一族も千年という年月の中でその血を民の中へ移し姿を消したはずでした。でもそうじゃなかったの、万事丸。お前の父さんも、万事丸お前も、火の一族だって父さんは言うの。だから戦わなければならないって。火の一族だからジパングを守らなければならないって。本当のこと言うとね、万事丸、母さんはお前にこんな話したくはなかったの。父さんが死んで母さんにはもうお前しかいないんだもん。でもお前は父さんの子。これを持ってきなさい、万事丸。父さんから預かったジンバウリと剣よ。見せてあげるわ。行きなさい、万事丸。どうせならジパング一のガキ大将になって帰ってくるのよ。母さんはいつまでも待ってるわ。
We'll be right back.